メディアに隠された真実。平野史洋が徒伏時に訪れたパリの名所。平野史洋の隠された冒険。ルイヴィトン2024年秋冬メンズファッションショーへの参加をきっかけに、平野史洋が訪れたパリの魅力的な場所を探索しましょう。彼の旅は、単なるファッションイベントだけでなく、コミュニティとの結びつきやイベントの社会的影響に焦点を当てています。最初の瞬間、飛行機から降り立った平野史洋。彼の到着は、 ファンによって捉えられ、その瞬間を写真に収めました。スケジュール通りにフランスに到着し、ファンとの交流を惜しまない彼の姿勢は、ファンへの深い感謝の表れとなりました。彼がアレクサンドル三世橋の上でポーズを撮る写真は、単なる美しい風景だけでなく、歴史的なシンボルとしての橋の重要性も浮かび上がります。この場所は、パリの美しさとロシアとフランスの友好の象徴であり、彼がファッションの舞台裏でなく、 文化的な探求にも没頭していることを示しています。次に、LV、パリティンへの訪問。ルイ・ヴィトンの高級でエレガントなデザインに触れ、上品で贅沢なショッピング体験を紹介しました。これは単なるファッションだけでなく、ラグジュアリーな世界への扉を開く瞬間です。サントロペのレス広場にある、モリー・サッコというルイ・ヴィトンのレストランでは、シェフの名前にちなんだフュージョン料理が紹介されました。ここでは、 日本とアフリカの影響が絶妙に融合し、野菜の種類豊富なメニューが彩りを添えています。そして、注目のイベントであるルイ・ヴィトンのメンズファッションショー。彼が自らのファッション個性を披露し、有名人との交流の場となりました。数日後、彼のソーシャルネットワークに投稿されていなかった写真がファンによって発見されました。LV、パリ店での様子や新たな冒険が垣間見え、 ファンは干ばつに見舞われたように、その情報に喜びました。彼の魅力的な写真に引き込まれてください。1月19日、彼が投稿したサクレクール大聖堂の写真。この大聖堂は歴史的で美しい場所であり、その内部には鐘のモザイクやスペンドグラスが光り輝きます。ここでは、世界で最も重い鐘の音を聞くことができ、パリの歴史に触れる貴重な瞬間です。次に、ルイ・ヴィトンのカフェ。 緑豊かな環境と美しいセーヌ川の景色を楽しみながら、ブランドのディテールが施された高級ペストリーを味わう贅沢な時間を過ごしました。最後に、芸術の橋であるポンデザール。この橋は愛の象徴であり、彼がその足跡をたどることで、パリの美とロマンスに触れました。平野仕様の冒険は、ファッションの舞台だけでなく、歴史、文化、美食との出会いを通じて、コミュニティとの結びつきを強調しました。彼の旅は、 単なるイベント参加だけでなく、新たな視点と多様性をもたらす素晴らしい冒険となりました。